ペレットストーブ専門店渋川市ペレットストーブ群馬です。今日も昨日に続いてですね、雨の心配がまあないような予報だということで、先ほどですね、天気予報で言っておりました群馬県渋川地方です。さて昨日ですね、イタリア製ペレットストーブエディルカミン社製、ミクロンの後継機っていうんでしょうか、ミクロンはですね、薄型で平行設置をするのに非常に人気のあったストーブです。これがですね、まあ、半密閉型だったということで、なかなか今時の新築物件には適用できない部分もあるということで、この度ですね、密閉型のですね、ストーブが投入されるということで、デモ機のですね、閲覧すると、説明を受けました。なかなかいい感じだなということでですね、秋口のですね、入荷が待ち遠しいなというふうに思っております。ペレットストーブメンテナンス新設地、また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブのことで何かございましたら、ペレットストーブ群馬までお問い合わせください。